はい、じゃあ、もまちゃさん、ストップ。はい、ストップ。行きました。エッチな。はい、ひまちゃん。はい、ストップ。病院は、はい、直哉さん。ストップ。学校だ。難しい。エッチな病院が学校だよ。エッチな病院って、もはや学校だみたいな。どういうこと？なんですぐ呆れた？なんですぐ呆れんの？結構むずいよ。結構むずいと思うよ。はい、なんですぐ行けんの？行くよ、はい。エッチな病院は学校だ。この勃起したおちんちんの長さをセンチメートルと。はい、じゃあ男性行きましょう。でこれ僕に向かって言ってください。あ、はい。エッチな病院は学校だ。違うわよ。よ。なんだよ。よくもまあ俺に言ってくださいとか言うだろ。エッチな病院は学校だ。違うよ。王国だよ。エッチな病院は王国だって言ってる怖いやつだ。エッチな病院は学校だ。1年生起立。1年生すごい。お前立つ、立つの字もまた違うようなね。エッチな病院は学校だ。だって学校ではみんな恋という病にかかるから、ね、うわどうした。すごい。おおおおえ、急にどうした。いいですね。一番似合わへん人が出して。エッチな病院は学校だ。卒業注射授業。これはいいですね。大好きよ。ここのね、卒業の何かがまた違うやつだね。うん、俺だけだから話すな。エッチな病院は学校だ。そうですよ。エッチな病院は学校です。すべてを教えてくれました。すいません、ナースコール4つください。何やねんこいつ。エチャ病院は学校だ。うふん、教科書の 3B に股を開いて。すげえ、すげえ。うわ、めっちゃ学校や。めっちゃ学校やな、ちゃんと。エチャ病院は学校だ。先生が、じゃあ今から授業を始めますねって言って横に置いてあったぬいぐるみをこう視線を外す。いや、このこれすごいな。このあるあるをどこで存じ上げた。そんなあるあるを。エッチな病院は学校だ。ああ、そうなんだ。別に全然どこでもな、孤島とか牢獄でも どこへでも。エッチな、エッチなのなら女王様じゃないの。プレイ中みたいにエッチな学校だって言ったら